日本を強く、現場に誇りを、ひげの隊長こと参議院議員の佐藤正久です。今回は韓国政府が示した旧朝鮮半島出身者労働者問題、いわゆる旧徴用工問題について取り上げていきます。このチャンネルでは日本の外交、安全保障をテーマにいろんな時事問題を取り上げていきたいと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録、そしてコメント欄での書き込みよろしくお願いします。ユン政権がいわゆる旧徴用工問題の解決策、これを正式に提示をしました。これはどういうことなのか。一言で言えば、前政権の負の遺産を少しでも薄めよう。そういう動きの一環です。でも皆さん、決して油断してはいけません。韓国得意のちゃぶ台返し、あるいはゴールポストを動かす。場合によってはゴールポストそのものをぶち壊すということもありますから、決して我々は気を緩めてはいけません。岸田総理は2度騙されて3度騙されるわけには絶対いかない。今まで日本政府は韓国政府が一方的に作り上げてきた問題を大人の対応として日本が譲ってきた。まさに相手が子供の対応をするんであれば、場合には日本も子供の対応をするぐらいの感覚でなければ、また日本が譲る。これは将来に禍根を残す悪弊を繰り返すということになってしまう。まだユン大統領は日本が受け入れ可能な案を示したと言っても、まだ国会にも報告していない。原告側にもまだ説明をしていない。そういう状況です。最近の韓国世論調査でも半数以上の方がユン政権の解決策、これはダメだと言ってます。であれば我々はあまり前のめりになる必要はありません。韓国側の動きを冷静に見ていればいい。私はそう思います。大統領自ら原告側にぶち込むというぐらいの勢いがなければ、原告側が納得するはずもありません。我々はしっかり将来に禍根を残すことのないよう、毅然とした対応、これが大事です。佐藤正久ひげチャンネル、引き続き外交安全保障問題を正面にぶれずに、これからも情報を発信し、そして政府の背中をぐんぐんと押してまいります。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。どうか皆さん、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。日本を強く前に進めてまいります。